ジェームズ・ボーイ、ジェームズ・ボーイ、またの名をジム・ボーイは、19世紀の開拓者で、テキサス革命で活躍し、アラモの戦いで殺された軍人。ケンタッキー州で生まれ、テキサスに移って革命に参加する前は、ルイジアナで大半を過ごした。ボーイは、ボーイナイフとして知られる、スタイルのナイフを傾向していたことでも有名。彼のフロンティアスピリットあふれる物語で、彼は、 テキサスの歴史を彩る民衆の英雄の一人となった。ボーイは、ケンタッキー州ローガン郡で1796年4月10日に生まれ、幼年期のほとんどをルイジアナ州で過ごした。彼の家族は1800年に、現在のミズーリ州のマドリードへ移り、その後1801年にルイジアナ州、カタホラ郡に移った。8年後、父親のレズインは、先住民、アタカパから、 バーミリオン川沿いの640エーカーの土地を購入した。米英戦争中、ボーイと彼の兄弟はニューオーリンズでイギリス軍と戦うため、コールマン・マーティン大佐のルイジアナ民兵隊に参加した。1815年に1月に2人がニューオーリンズに到着した時には戦争は終結していた。彼らは故郷に戻ると、その7年以上前にアメリカ合衆国が、 奴隷の輸入を禁止していたにもかかわらず、奴隷貿易を開始し、海賊のジャンラフィットから違法に獲得した奴隷を購入し、セントランドリー軍で売り払った。一時兄弟は65ドルを貯めて、奴隷貿易をやめて土地への登記を選択した。ボーイナイフのレプリカボーイは、激しい気象でも知られていた。1826年、保安官であり、また銀行家でもあった。 ノリスライトに借金を申し込んだが断られた。保安官選挙において、ボーイが対抗馬を応援していたことの仕返しだった。これが元で喧嘩となり、ライトがボーイを撃った。弾丸が逸れて、今度はボーイが素手でライトを殺そうとしたが、ライトの友人に止められて果たせなかった。その後は狩猟用ナイフをいつも持ち歩くようになった。現在では、伝説的なこのボーイナイフは9.25インチの あ渡りと1.5インチの幅がある大ぶりなものだった。その翌年、ボーイはミシシッピ州ナチェズ近くのサンドバーで起こった決闘に立ち会い人として参加したが、決闘相手の立ち会い人としてライトがいた。決闘は最終的には立ち会い人を巻き込む乱闘となり、ボーイは撃たれながらもナイフでライトを差し殺した。この戦いでボーイの名声は凄腕のナイフ使いとして、 南部中に広まり、すぐに、テキサス中の男が、ボーイの持っているのと同じナイフを鍛冶屋に注文した。ボーイは1820年代後半には、ニューオーリンズに住み、ルイジアナ南部の土地の陶器に集中した。1829年、ボーイは、セシリア・ウェルズと婚約するが、婚礼の2週間前の9月29日に彼女は、アレクサンドリアで死亡した。その後、彼の兄弟、 レズインとスティーブンと共に1800エーカーの広さの砂糖キビ大農場をティバドーを近くに設立した。この農場は州で最初の蒸気動力の圧搾機を備えていた。1830年1月1日、ボーイと彼の友人のアイザック・ドノホはティバドーたちテキサスへと向かった。記録されているのは彼らは中道チェスのブラゾス川の近くにあるジャリット・イークロスの農場により サンフェリペではスティーブン・オースティンへの紹介の手紙をオールドスリーハンドレッドのトーマス・カイ・マッキニーに渡した。2月20日にボーイと彼の友人はメキシコへの忠誠を誓い、そしてサンアントニオへと進んだ。そこでもボーイは収入をギャンブルで補いながら時には借金もして土地への投機を続けた。1830年の終わりまでにはボイはカトリック教会の洗礼を受け、 メキシコ市民となった。彼が市民である期間に彼は、コアウイラで、織物工場を設立したかったので、現存する工場の購入の準備をした。その翌年、財産を大幅に誇張し年齢も誤魔化して、ボーイは、テハス州知事の娘の、ウルスラマリアでベラメンディと結婚した。結婚後すぐに、ボーイは、失われたロスアルマグレス鉱山の物語に、魅了された。 彼はメキシコ政府に伝説の銀の鉱山の探しにインディアンの領地への遠征の許可を得た。1月2日、彼のニーレズインと他9名の仲間と共にボーイはサンサバへ向かった。途中インディアンの襲撃に出くわし、交渉を試みるが失敗し、やむなく13時間も戦うこととなった。インディアンが最終的に撤退した時、ボーイの仲間は1名が死亡し、 インディアンは40名が死亡、30名以上が負傷した。一行はサンアントニオへ一度戻り、1832年1月に再びより大きな軍で出発した。2ヶ月半の探索の後、一行は何の効果も見せずに戻ってきた。メキシコ当局とアングロ市民の間の緊張は日増しに高くなった。1832年7月、ネイチェーズにいたボーイは、 中道チェスのメキシコ軍司令官、ホセデラス・ピエドラスが、彼の地域の居住者すべてに、武力で降伏するよう求めていることを耳にした。ボーイは、テキサスに戻り、300名の武装兵を率いて、中道チェスの駐屯地を包囲した。戦いでは、ピエドラスが33名の兵士を失い、メキシコ軍は夜をかけて退散した。ボーイと18名の仲間は逃走する軍を迎撃し、 ピエドラスが逃げ去ると、兵士と共に中道チェスへ戻った。その後の秋、ボーイがネーチェズにて大熱に苦しんでいる時、彼の妻ウルスラと子供たちは、これらで死亡した。その後、ボーイは、アルコール使用障害になったと言われる。1834年、州の土地の売買を許可する新しい法律を、メキシコ政府が可決した後、ボーイは、テキサスでの土地の陶器に戻った。 彼は土地の理事を命じられ、ジョン・ティメイソンが購入した地域への入植の促進を認じられた。1835年5月、サンターナがコアウイライテハス州政府を撤廃し、モンクロバで仕事をするすべてのテキサス人の逮捕を命令し、彼の任期は終わった。ボーイはメキシコから逃げざるを得なくなり、テキサスのサンフェリペナカドーチェス地域に戻った。サンターナは戦争の準備を始め、 テキサスのアングロ住民が戦争へと掻き立てるように、テキサスへ数多くのメキシコ軍部隊を派遣した。ボーイは主戦派の指導者、ウィリアム・トラビスと共に働き、戦争への支持を強め、東テキサスのいくつかのインディアンの村を訪れて、メキシコと戦う部隊を作るよう説得して回った。スティーブン・オースティンは1835年9月にテキサスに戻り、すぐに、 テキサスのシガン兵軍の司令官に選出された。ボーイは、ルイジアナ出身の友人たちと組んだと党と,うとう共に軍に参加し、オースティンは即座に彼を大佐に任命した。オースティンとテキサス正規軍の司令官、サミュエル・ヒューストン将軍の命令で、ボーイとジェームス・ファニン隊員は、ベハルの南のエリアを偵察した。10月28日、300名の騎馬隊と100名の不評隊からなる。 メキシコ軍部隊は、ボーイと彼の92名の騎馬隊を攻撃した。小競り合いの後に、ボーイはたった1名を失い、メキシコ軍は16名が死亡し16名が負傷した。この戦闘の後ボーイは、必要な時に戦いに貢献するのは好きだが公式の命令に縛られることに興味がなかったため、幾度か任務を辞任しようとした。しばらく軍を辞めてから、11月後半に彼は戻り、 40名の騎馬隊と共にメキシコ軍に防備された駐屯地に食料を運ぶ列車の選挙に成功した。この戦いはグラスファイトとして知られている。1836年1月、ボーイは30名の文献隊と共にベハルに到着した。彼の任務はそこでの要塞を解体することだったが、ボーイは知事へアラモトリデを戦略的に重要な場所として保持する要請を書いた。 ボーイと彼の兵士はすでにアラモトリデにいた79名の兵士に加わり、その後の数週間の間に、ウィリアム・トラビスと30名の兵士、デイビッド・クロケットと12名の兵士が加わった。アラモトリデの司令官、ジェームス・ニール大佐は伝道書を去り、兵士たちはボーイを司令官に選出した。彼はお祝いに酒を飲み、その後、ボーイはトラビスと責務を共有することに同意した。 500名の騎馬隊からなる、メキシコ軍は2月後半にベハルに到着し、テキサス軍に降伏を要求した。防衛は拒否したが2月24日にはおそらく進攻していた結核のために倒れ、小さな部屋に遊兵された。メキシコ軍が攻撃した3月6日に彼はアラモの防備兵の残りと共に死んだ。ベハルの知事、フランシスコ・レイスは彼の遺体を確認し、サンターナは ーイの死体を詳しく観察して死亡を確認した。ありがとうございます。